はい、ということでやってまいりました。茶の間ラジオのお時間でござい急ます。やな。はい。すっごい急。いや、寝る前に撮りたかったんけど、ちょっと無理やなってなって、寝ちゃうから、今のうち撮っとこうかなって思いました。ということで、まあ、今回はですね、東京編のイベントも終わり、ということのおしゃべりをしようかなと。まあ、終わったからさ、東京のイベントが、ともかほとのコラボイベント第2弾、東京編、初めての、俺らは初めての東京イベントやったから、まあ、その感想をね、忘れんうちに喋っとこうかなっていうのもあります。もう忘れてきた？もう忘れてきてる？なみちゃん。大丈夫？覚えてる？うん、よかった。まあまあ内容はね、東京クイズをやったりとか、まあ大阪でもあったよね、あと俺らが逆大阪に、クイズをトそモカホに出すっていうう、のがあったから、今回その東京で逆バージョン、トモカホの2人から東京クイズを出してもらうっていうね。で、しかもその前日に、まあ、言ってあかんことないと思うんだけど、前日にご飯行こうって話をしてたん、イベントの。ともかほと4人で。で、行こう行こうって言っててんけど、前日の朝に、ともやきんが、ちょっと、体調が悪いので なし、ご飯はなしでっていうことやって、で、大丈夫？ってなって。全然いいけど、明日もあるし、ゆっくりしときっていう話になってんけど、まあ、当日はね、それもあって、ともやくんの体調は結構回復してて、っていうことやってんけど、まあでもそのせいもあって、やっぱどちらかといえば俺らがこうゲストみたいな感じや招と、かれる側ね。そうそう、東京にようこそみたいな感じやったから、ともかほの2人がこう、司会者よりなポジションになるってところで、ともやくんが体調悪かった、こう病み上がりっていうので、もうかほちゃんがめちゃくちゃ責任を感じて イベント始まる前ね、やっぱ朝から集合して、こう台本とかね、まあ台本って言ってもその流れとタイか、ムスケジュールぐらいしか書いてそうないそうけそうど。そう、セリフとかは別に書いてないんやけど、まあ大体この時間からこの時間まででクイズやってください、この時間でオープニングトークですみたいな、こう時間割りみたいな感じで書いて、それをずっと見ながら、ずっとそれをね、肌身離さず、緊張する、あ、やばい、これ言えるかなみたいな。逆に緊張しすぎて「はい」になってたまであるよな。ずっともう緊張しっぱなしやって、かほちゃんだけが。ともや結くん構はともや3く人ん、ともリラックスしてたよな。結構リラックスしてた。もうなんかふわふわしてたっていうか、あんまり今からイベントの感じせえへんなって感じやったし、その控室みたいなところでもうずっと、かほちゃんだけがもう焦ってる状態で、いざ、まあ、ずっと緊張する緊張するっていう状態で始まって、まあ始まったらな、全然そんなことなかったっていうか、そんな風に見えへんかったけど、うまく司会してくれまして、お二方が。かほちゃんなりのさ、こういうこと喋ろうみたいなのとかさ、段取りがあって、それもあって緊張してたかも分からへんけどさ、涙がさ、逆に大阪でやった時はさ、なんかそこまで司会をしっかりやらないとあかんっていう頭もなかったやん。なかった。やから、すごい、かほちゃんが司会してたから、すごいしっかりした、進行。そう、やったなって。ま確たかそに。れと、大阪と東京ではそこの違いあったかなって思って、大阪やったらめちゃめああ、ちゃ緩かったんちゃうかなって思った。そうやな。司会、まあ、俺らが司会側やったから、そのしっかり決めてない状態やったし、しかも、その、お客さん、来てくれてる人たち、まあお客さんっていう目線、お客さん目線のところからじゃ見えへんかったと思うんやけど、こう後ろでね、後ろとか横からこう、時間があとこれぐらいですみたいな、次のコーナー行きましょうみたいな、カンペみたいなのを出してくれるスタッフの人がおったんやけど、かほちゃんとかともやくんは結構それをちゃんと見て、次の質問にどんどんどんっていく感じやってんけど、まあ俺らの場合ね、全然見えへんかったというか、あんま見てなくて、そういうの
だから割と時間押したっていうのもあるし、うん、あの2人にはあのうまく司会してもらってスムーズに進行してもらったなっていう印象しかないけどな、うん、まあ内容のね東京クイズとかは大阪でも同じような感じやけど読めますかみたいなねこの地名を、うん、例えば東雲とか、うん、あと何だっけ稲荷ライナー覚えてる稲荷やったっけあのシャーニヒトやなそうライナー俺らはちょっと分からへんけど、うん、とかトドリキトの畑トドリキうんあれやあの一文字のやつ三文字分からんなんとかなどみたいな等しいこのそうもう一回つながる力とか、まあ、全然読めるわけもなくであとは何のクイズだったっけ東京クイズはまああとそうやなその電車の実際に実在しない路線はどれでしょう、うん、みたいな、うん、で麻布駅みたいなやつが存在しないと、うんまあ、ほんまは麻布10番麻布18番分からん駅みたいなそうそうそんな感じの駅が答えやったよみたいなっていうこう質問コーナーとかがあってあ質問コーナーちゃうクイズか、うん、クイズがあってでその後タレコミ、うんうん、タレコミって言ってこうお互い、まあ、俺やったらナミちゃんにナミちゃんやったら俺に、うん、カホちゃんはトモヤ君にトモヤ君はカホちゃんに、うん、タレコミっていうねこう不満とか思ってることとか、うん、そういうのをみんなに見せてないこととかねそう動画とかでは言ってないけど実はこういうことがあるよみたいなことをね、うん、あのスタッフの人にね、うん、マネージメントの人にみんなこう言ってた集めて、うん、でそのタイトルだけを前に出して、うん、来てもらってる人たちに選んでもらう、うん、どれが聞きたいかでね、まあ、そこでねナミちゃんはとんでもない俺のタレコミをしてくれたね何別にそんなまあまあとんでもないかは分からへんみんなだって知ってたかもしれへん、うん、内緒ですけど違う来てくれた人たちだけにしかも言わないですけどそうそういうタレコミがありましてそうすごい僕はもう赤面赤面したよっていう違う別に悪いことじゃない、まあ、悪いことではないよ全然まあちょっと俺が、まあ、恥ずかしいというか、うん、ナミちゃんにしか見せへん一面を垂れ込まれましたっていう、うん、まあ一番垂れ込みやったかもしれないなそう言われたら、うん、ほんまの垂れ込み、うん、そう言われたらまあ一番垂れ込みやったか、まあ、あとはね、まあ、その後に質問コーナーね、うん、実際に来てくれてる人たちから質問してもらうっていう、うん、リアルタイム質問コーナーをしてもらって、うん、で最後はエンディングトークして、うん、でその後チェキ券を買ってくれた人はチェキ撮影と、うん、そういう感じでイベントが一部二部と同じ流れで進んでいきましてまあ、正直、うん、終わった後はやっぱ疲れたねうん慣れへんことやしなそうなんかその無理して喋ってたとか無理して笑顔を作ってたとかでは全くないんやけど、うん、やっぱ楽しかったから笑ってたし、うん、チェキ取る時もこう来てくれてありがとうというかもう嬉しい気持ちもあるし、うん、実際に話せるいつも見てくれてる人と話すことができるっていうあんまない機会やからさ、うん、だからもう自然と笑顔になるし、うん、楽しかったんやけどいざこう終わって控え室戻ったらなんかわ結構なんか疲れたなってなんか慣れてないからっていうのもあるやろうけどわりかしなんかこう体の疲れっていうか、うん、なんやろわからん疲れ方、うん、したで、それが一部二部あって終わりまして、次の日は、ちょっと顔の筋肉痛が。いっぱい笑ったからな、そう、イベント中もいっぱい笑ったし、チェキの時もいっぱい笑ったし。そうそうそう、チェキの時もさ、やっぱチェキ取るからさ、
またその日だけで100枚以上、うん、あもっと撮るわな、チェキを撮るわけやんか、うん、笑顔でこう映るっていうこのキープせなあかんや、うん、笑顔、それがもうなんかもう変な感じになってた笑えてるかなっていうか、結構笑えてなさそうまあでも楽しかった、実際に会ってこう泣いてくれる子とかいたり、うんうん、でチェキ撮るときにさ、トモカホの2人と撮るのか、うん、波系の2人と撮るのか、うん、それとも4人と一緒に撮るのかっていうのをこう選べんねんけど、うん、例えばトモカホの2人のことが好きで来ましたっていう人はさ、全然トモカホの2人と撮ってくれていいやん、うん、で俺らはその間さ、トモカホと撮ってるところをあいいなみたいな感じでこう横で眺めながら眺めながら、まあ、ちょっとおしゃべりもしつつ、うん、みたいな感じで全然気使わんと好きな方と撮ってねっていう、うん、感じやねんけど、まあ、実際でも俺が来る側やったらさ、うん、確かに隣で見られたら気使うなとか思ったり恥ずかしいな、そうそうそう、恥ずかしいしさ、せっかく来てんのにさ、言ったらこうトモカホと撮ってる波系の2人は蚊帳の外みたいな風にちょっと、うん、まあ、思っちゃう人もやる、俺やろなっていうのはあって、うん、でその実際終わってさ、みんなこう DM とか、うん、ストーリーとかで書いてくれてたんけど、感想とかを、うん、やっぱりこうトモカホと撮ったけど波系の2人にはちょっと悪いなと思ってましたみたいな、うん、コメントが結構来てて、うん、全然そんなこと気にせず、もう俺らはもうほんまに来てくれて、うん、実際にさ、だってお金払ってさ、うん、でわざわざその東京の多摩市ってところまで来てくれて、うん、でもうたわいもない話を聞きながらさまあちょっとこう参加してもらったりっていうのはあるけどさ、全員が全員さ当ててもらったりってことはできんわけやんか、うん、まあ、チェキン的にちょっと 2,3 分喋れるっていうぐらいで、うん、でもまあそれのためにちゃんとお金払って来てくれるだけでも十分こっちとしてはもう嬉しいし、うん、もうありがたい気持ちやから、ほんま全然そんな気使わんでもいいよっていう、ほんまトモカホの2人と撮り方全然もう全く気にせんでいいからっていうもうありがとうしかないからっていうね、うん、っていう感想でしたね僕は、うん、だってさ、なんか最初にどっから来ましたかみたいな質問でさ、まあやっぱ東京やったから 関東の人が、うん、多かったね、ほぼほぼ関東の人やってんけど、まあ、でもそれはそれで俺らが東京に来てイベントを一緒にやった意味があるやん、うん、だって東京とか関東の人は大阪には来にくいやんちょっと、うん、だからそういう人のためって言ったらあれやけど、そういう人たちが来れるように東京でやってるわけやからさ、うん、だから関東の人がいっぱいおるのは嬉しいことだし、逆に大阪の時はそんなにいっぱい関東の人おらへんかったから、うん、あ、そんな、まあ、でも関東って言ってもさ、千葉とか神奈川とかさ、関東やけど2時間とかさ、1時間半とかかかる人も結構いたやん、おる、いっぱいおる、いや、それは、まあ、めちゃめちゃ一部の人はちょうどここ地元なんですの人もおったけど、多摩市が地元なんですの人もおったけど、まあ、そんなんほんまに一部やし、うん、東京都内の人やったら、まあ、まだ来れるかもしれんけど、うん、言うても関東で千葉から来ましたと、千葉とか結構多かったね、千葉とか横浜とか神奈川とか、うん、結構多かった、まあ、神奈川はちょっと寄ってるから、まあ、1時間ぐらいで来れるかもしれんけど、うん、千葉って言ってもさ2時間ぐらいかかるわけやん、うん、多摩市、まあ、知らんけどさ、うん、まあ、2時間ぐらいって言ってる、2時間ぐらいって言ったからさ、2時間かけて来てくれてさ昼間に、うん、で、まあ、そのイベントを2時間ぐらいやって、うん、でまた2時間かけて帰らなあかんねんから、うん、もう往復で何時間もかかってる、一番遠い人やったら、まあどっから来たっけ、福岡、うん、福岡から来てたっけ、誰か福岡から来ましたみたいな人もおって、もう朝3時起きですみたいな、うん、3時朝じゃないよそれはっていう話をチェキン時にして、3時起きですみたいな、でそっかまた帰らなあかんからな、うん、でしかも次の日平日やから、そうやな、そうそうそう、まあ、俺らも言うてさ東京に来て東京にその日帰ったけど、うん、そんな俺らでも大阪に帰るだけでも結構疲れたやんか、うん、もう爆睡したやん新幹線とか、うん、いやわざわざそんな遠いとこから来てくれて、まあ、にありがとうやし、うん、
楽しみにしてくれてありがとう、もう楽しんでくれてありがとうもん、うん、だって交通費なんか高いもん、ほんまに。だからな、まあ、やっぱやって思ったことはほんまに来てくれてありがとうっていう、楽しかったし、まあ、またやりたいなってなった、うん、そうやな、それはほんまに思ったやる前はな、どうなることやらっていうのはあったけど、うん、まあ、やって終わったらやっぱりこうみんなと喋って楽しく、楽しい、なんか幸せな時間やなっていう、うん、なんかほんまにこう YouTuber ならではというか、まあ、インフルエンサーっていうかな、うん、ならではの時間で喜んでくれて俺らも嬉しかったし、うん、っていう感想と、あとはあとなんかそのアイドルとかはすごいなとも思った、うん、やっぱ握手会とかさ、うん、何十人とか、うん、何百人とかさ、なんかお店来て、うん、あるやん、なんかサイン会とかハグ会みたいなのもあったりするやんか、うんうん、それこそなんかチェキ会とかあったりするもんな、うん、あんなもうさ何百人も相手に一日にやるわけやん、一気に、うん、あれ、まあ、参加したことないけど、なんとなく参加する側からしたらさ、もっと人数増やせよみたいな、そうやな、当たらんやんけ、もっと人数増やしてくれよみたいな、うん、あるけど、いやすごいよとんでもない時間ずっと経ったまま笑顔で接しながらっていうのは、うん、やっぱ結構ハードなんやろうなって思った、うんうん、俺らはもう休憩も挟んでるし、うん、そんなに全然もうまたやってる最中は全然しんどいとか思わへんぐらいの、うん、楽しくてしんどいとか全然思わへん、終わった後にわ結構疲れてるなって思うぐらいで、うん、でもアイドルとかやったらさ、やってる最中もしんどってなってくるよな絶対。いやー一緒なんじゃない、でもそれはやっぱこうアドレナリンとかさ、こう会いに来てくれてる人がおるっていうのでさ、こっちもテンション上がるやん。まあ確かにな、だから別にそこのやってる時にそのあしんどいとかはないんじゃない。ないんかな、うん、ありそう、あるかな、人によっちゃ。だってさ、まあ、でも何日かやったりするやん、あれ。そうなん、その何日か、その連続じゃなくてその全国回るみたいな、いろんな店舗お店でやったりするやんか、うん、この日はこの日、来週はこの日みたいな、うん、ここでやりますみたいな。あんな、なんか前日とかなったら、うわー明日チェキ会やとかなってないんかな。ならへんやろさすがにそこまではなってないの。俺らはさ、たまにしかないから楽しみやなっていうのあるけど、うん、もうそれが仕事みたいなところもあるやん、アイドルの人たちって、うん、そう、人によっちゃあるんちゃうそれはあれじゃない、アイドルとしての楽しさを分かりきってないんじゃない。あ、それはアイドルとしての幸せか、でも、うん、ある意味、まあ、でも改めてすごいなと思った。もっとすごい人数の人たちと一緒にああいうことをできる体力はなんか別なんやなって思った、うん、まあでも楽しかったね、チェキ会もイベントもやりたいね、また、うん、次は会える接点、接点っていう、うん、機会ね、そうね、が増やせたらこっちも幸せやなっていうか、こっち目線でしかちょっと考えてないけど、うん、そうね、こっちが幸せになれるなぐらいの気持ちでしか考えてないけどさ、いろいろあればいいなって、うん、いつも見てますとかさ、そうそう、しかも来る前にイベントのチケット買いましたみたいな DM とかもさ、うん、たまにこう返信したりしてさ、うん、なんか大学生一人で行きますみたいな、うん、っていう子とかおってさ、あ全然来てみたいな、うん、大学生一人とかありがたいよっていう子もさ、実際来てくれてさ、うん、DM で話したあの人ですみたいな、うん、あほんまに来てくれたみたいな、ありがとうみたいな、うん、こういう会話もできるし、まあ、あとなんか結婚式にメッセージ送ってくださいって言われたことがあって、うん、結婚前やねんけどそれは、うん、で、あ全然いいですよ送りますよって言って送って、DM でそのやり取りをしてんやけど、その後、まあ、実際会ったことはないやん、うん、そういう人って DM でしかやり取りしてないから。でもその人たちもイベントに来てくれて、夫婦で、うんうん、夫婦になった状態で来てくれて、メッセージありがとうございます、誰々ですみたいな、うん、あおーってなって、久しぶりじゃないねんけどうわってなって、ありがとうみたいな、いやこちらこそみたいな感じだったけど、いやもう全然来てくれてありがとうみたいな。だからその顔が分かるっていいよな、うん、相手の、うん、実際にこうコメント文字とかさ数字とかじゃなくて、うん、実際にこう実在する人たちが見てくれて応援してくれてるんやっていうのが実感できるから、うん、すごいなんか
楽しいし幸せな気分になれることやなっていう、うん、まあ、それ楽しんでくれてるわけやし、それを、うん、すごいなんかもうありがたかったなっていう。イベントはまたやりたいね、うん、次はケイ君のソロイベントでやらへんてなんなんそれ。え、見たい、ナミが見たいだけ。どこに需要あんねんって突っ込まれたら、ナミやーって言うだけ、うん、でも意外と私も行きたいですみたいな人多かって、うんうん、行けんの。いや、よくない30人ぐらいだっけ、うん、ナミちゃん30人規模でどうですか。いやいや、俺じゃなくてあの事務所の人を判断になるのであ、ちょっとケイ君そのイベントはきついと思います。だからあれ、あこでやればいいよ、事務所のとこで、あ、ラウンジで、うん、やればいいよ、めっちゃいいよ。なんでやねん、言おうかな30人で、一枠はナミちゃんが潰してんやろ。そう10人ぐらいしか来へんかもしれない。別にいいよ。別にいいってない、別にいいよじゃない、ね、スタッフの人たちが困るやん、事務所の人たちが。最小であのお金いらないんで、うん、お金いらないんで最小あの事務所の人たちが損しないぐらいの人数設定でお願いしますって、うん、いや俺しんどいな俺のイベントなのにさ、俺のお金いらないんでっていうこと、うん、姉ちゃんが楽しむためだけに。そう、まあ別にええけどええねんけど、なんかその申し訳ないわ、来てもらう人にも何話そう一人で。あるよ、いる質問コーナーとか恋愛相談室、 K の恋愛相談室でやろう。あ、タイトル、うん、タイトルが恋愛相談室、うん、あとはナミのクイズやったりとか。ああ、ナミちゃんのこう思い出の写真とか載せながら、この時ナミちゃんはなんて言ってるでしょうみたいな。そう、ナミの幼少期はどれでしょう。いや、むずいな全然知らん人の幼少期持ってこなかね。それで、あ、問題作るのまでいいってこと、写真並べるのに。まあできるとは思うけどナミちゃんが分からん説あるからな。なんで、分かるわ。いや、自分で分かってないやろ。分かるわ。イベントはいいねっていう感想。垂れ込みもあったけど、次やるならどこやるな。まあ、東京か大阪かな結局。そうやな、そうやろな。大阪のイベントの時もさ、うん、イベントをしましょうって最初事務所の人に言われたやん。うん、友果穂との接点っていつからあるんですかみたいなことを、うん、そのイベントの時に来てくれた人に聞かれてんけど、うんうん、実際に会ったのは今年入ってから、うん、イベントやるって決まってから、ね、そう、大阪のイベントをやるっていうのが決まってから友果穂の2人と初めて顔を合わせたというか、うん、それまではお互い知ってたし DM での個人的なやり取りみたいなことはしてた。奈美ちゃんだって友果穂が出してるアパレルのトカリを普通に個人的に買ってたりしてたし、うんうん、でそれを部屋着として着てるし今も普通に、うん、っていうのもあって、まあ YouTube チャンネルも見てたっていうのもあるし、雰囲気がすごい好きやっていうので、うん、一視聴者としても見てたしっていう感じやって、うん、そういうのを、まあ、事務所が一緒やったっていうのがあるから、うんうん、事務所の人たちとこう案件の撮影とかいろんなこう打ち合わせとかしてるときに、なんか仲いい YouTuber とかいないんですかとかいうの聞かれて、うん、いや、いないですよみたいな。あ、でもまあ友果穂の2人とかはまあ会ってみたいですねみたいな話はちょくちょくしてて、うん、で事務所の人がなんかある時ご飯食べてる時に、うん、じゃあ今度イベントしませんみたいな言われて、うん、え、まあいいですけどっていうか急やなみたいな。急やなみたいな。俺は2人でやってん、イベント1回初めてのイベント、うんうん、やったから、まあ、それも相まって、まあ、イベントもう一回しませんってなって、うん、あ、いいですよみたいなで、コラボにしましょうみたいになって、うん、じゃあ誰とするんですかってなったら、友果穂の二人とかどうですかってなって、うん、いやもちろん俺らはその嬉しいというか、まあ、いいですよと、友果穂の二人とは、うん、好意的に思っててましたしみたいな、うん、好きなんでっていう話してたけど、友果穂の二人はいいんですかっていうことで、いや向こうもいいって言ってますっていうので、うん、
じゃあやりますかってなってでしかもこう大阪でやりましょうってなって、うん、波系の2人が大阪出身、大阪の人たちやっていうので、友果の2人は大阪でやったことがなかったからっていうので、うん、大阪でやりましょうってなって、じゃあやりましょうってなって顔合わせになってな、そこで初めて事務所で、でそこから何回かご飯行ったりして、まあ今はもう全然仲良しというか、うん、まあ、友達みたいな感覚で話せるようにはなってるし、またイベント終わったし、あの次東京行く時とかはご飯行こうとか、うん、あ動画撮りましょうかとか、うん、そういう話も出たりしてるから、まあ、これからね、ともかほとの動画はもしかしたら撮るかもしれないし、うん、普通にご飯行くだけかもしれないけど、うん、まあ、おかげさまで仲良くなったなっていう、うん、イベントのおかげというか、事務所の人たちが協力してくれまして、うん、っていうことでしたね、うん、最近というか、まあ、イベントの感想でした。ナミは北海道と沖縄でもしたいイベント行きたいっていうのもあって、北海道と沖縄の人たちで見てくれてる人なんかおる？知らん、分からんけど。見てくれてる人はおるかもしれないけど、まあ、実際に会いたいまで言ってくれるかな。あ、じゃあみんなでツアー行こう。あ、みんな連れて行くってこと？あの北海道雪巡りツアーと、うん、沖縄。みんなで誰？え？みんなで誰？あの来てくれる、イベント来てくれる人。あ、なるほどね。で北海道雪ツアーで、沖縄は海ツアー、うん、みんなで一緒に遊ぶってこと、うん、来てくれた人みんなと、うん、すごいイベントやな集合場所だけここってなって、そこからみんなで集団行動するってこと、うん、大変やな。なんかあの事務所の人とかがすごい大変そうまとめたりこ う, うこちらですみたいな、うん、まあ、バスとか用意せなあかんやろしな、うん、すごいお金かかりそうやけど大丈夫そう。そういうの経費的なものが多分すごいかかるけど、じゃあ1日だけ。どういうこと？え、2日やるつもりやった今のツアーそもそも今のツアーを2日やるつもりやった今。1泊2日1回寝んの一番ハードル高いやろそんな。嫌な人もおるわ、会いたいけど寝んのはちょっとって。もう来てくれてる人たちはみんな知らん人同士やねん。違うで、部屋別やで、そら。そらそうやろ。当たり前やろ。修学旅行やんけ、そんな。そうやで、修学旅行。次の日の朝、集合時間に経費発出てくるって絶対。そう、それはいいね。いいんかい。自由やから。どういうこと向いてないわ、ないちゃん。なんでイベントを企画するのに向いてます。なんでよ。ないちゃんに任せたら、えらいイベント会場になる。一人3万とかかかるって、普通に。じゃ、だから、あの、もう、一泊せんと、で、もう泊まる人は泊まったらいいで。だから集まるのはその日の、まあ、10時ぐらいから、うん、解散8時とかで遠足ね、うん、みんなでそうそうそう、ここに行って観光しましょうみたいな、うん、おもろいんかそれは。おもろいやん、別に。だって涙がおらんかったとしても別に楽しめるやんいや、俺らに会いに来てんのに俺らに会うためにわざわざ参加してくれてんのに俺らがおらんかった意味ないやじゃ、おるけどさいや、沖縄、北海道イベント、まあ、もっとね、うん、もっと、もうチャンネル登録者数が1000万人いったらできるかもしれないまあ、無理ややっぱ東京と、じゃあ沖縄と北海道の人たちも会いたい人がもっともっと増えて、うん、来てくれるならこの機会にって人がいるならね、うん、難しいよね、やっぱその都心部じゃないところでイベントとかをするってなったらさ、うん、もう相当な人気グループとかじゃないと無理やん偏りが嵐とかじゃないと、うん、嵐とかやったらさ47都道府県どこでやっても埋まると思うけど、うん、むずいですわ。まあまあ、波が生きてる時やから。勝手に行ってください。勝手に行ってください。もうだから行く時には、この日、沖縄に行きますって言って、
この日沖縄に行ってこの日のこの時間にここにいますっていうのを言っといたら、みんな写真撮ろうねって言って、もうあの個人的に。そうやったらイベント来てくれへんくなるやん。で沖縄の人たちはさ、だって来られへんやん、大阪とか、東京なんて、うん。だから、もう完全プライベートの時に、ぜひ、今しかないって。え、どこやったっけ、ね、福岡行ったっけ、俺らって。福岡行ったよ。福岡行った時、空港まで会いに来てくれた人ってやな。ああ、確かに。そういうこと。福岡からさ、まあ、来てくれた人もおったけど、東京まで、うん。なかなかやっぱ日程もあるし、お金もかかるし、来にくいやん。うん、それポンと行かれへんもんやから、だから沖縄とか行った時には、沖縄のこの時間のここに、ここでご飯食べます。皆さん、会いに来てくれる人はぜひってこう、前日ぐらいに言っといて、うん、当日、実際に来てくれたら、写真撮れますっていう。それだけ。どうせ2人とかやったら悲しいで何？ 2 人来てくれて嬉しいよ。2人も来てくれんのっていう。もうちょっと来てほしいわ、前日から言うんやったら。いやでも行けませんみたいな人もおるやん。もうそれはおるけどさ。いやでも沖縄の人たちに会うってなったらもうそんなことしかできひんて、たまたま遭遇するのはもう無理やん。うん、だからナミラが行く。そうだから俺が普通に旅行で行ってここにこの時間行きます。まあ行きますって言ったらちょっとあれか、ちょっと大げさすぎるか、うん、明日はここでご飯食べるよ、12時からご飯食べるよっていうね、うん、もうストーリーする普通に、うん、明日ここのお店でご飯食べるよ12時からっていうストーリーをする。みんな来てねとか言わん、うん、たまたま会ったら写真撮ろうねって言うとく。じゃあ沖縄の人も会いに来てくれて、でその時の俺らが神対応やったらやで、次大阪まで来てくれるかもしれない。なあ、そこで決まる。そう、実際会って決める。むずいなあ、神対応ってむずいかな。難しいな、神対応って何でしょう。まあじゃあ、冬の北海道に行きたいから、うん、とりあえず北海道に。俺もあの流氷渡りしたいんよね、うん、カワサギもやろ。カワサギも、ああ魚ね、ワカサギも釣りたい、うん、やろ。でも俺の誕生日の時に行った時にはまだ早いって、まだやった。そう、12月でまだ早いって言われたから、まあ、12月の初めの方やったから、あれは、うん、12月の終わりの方に行かなかん、うん、やっぱ1月2月ぐらいかな。1月2月とか、2月って遅いんかな、逆に1月そんなことないんじゃない、わからん。まあ1月から2月頭にかけてが一番いいかもしれんな、うん、まあ、1月は初めはもう年明けすぎてあれや、うん、で中旬から後半ぐらいに行けたら一番いいんか、うん、ならもう氷の世界、うん、行きたい行きたい。ロビン行きたい。そこでだからこうなんか言えるやん、北海道で明日ここでワカサギ釣りしてますっていう。みんなあのワカサギ釣りに釣ってるんで、僕たちあの写真撮っとに来てねって言って、極団とか来てくれるんちゃう、うん、でも北海道はむず、結構あれやな、北海道自体が広いからさ、私函館の人なんですってなったら無理やんな、もう大体札幌とかがいいやん。そうそう、きっと俺らだって流氷巡りとか渡りとかするやったらさ、結構上の方十勝とか もっと上の方行かなあかんやん多分、うん、だから札幌からはちょっと遠いですって。まあ、でも北海道はそうなっちゃうけどな、うん、もうそれしゃあないよな、うん、北海道ってあの一つくくりに、北海道はでっかい道やもんな、でっかすぎるとかであれば。お前でか、車でびっくりしたもんな、函館、札幌から函館ちょっと行ってみようか、車で8時間ん8時間ってなったもん。5時間じゃなかったっけ。いや分からへん、高速とかなんて結構変わると思うけど、うん、めっちゃびっくりした。まあ何せ遠いもんな、うん、え、往復で1日半日かかりますやん。ちょっと海鮮食べに行きたいなーで行かれへんもん。そう飯食いに行きたいなーの感覚じゃないよ。どっか大阪からどこまで行けんねんって、普通に名古屋とか行けるやん。ほんまにびっくり、感覚バグるな。うん、北海道はマジで感覚おかしなった、雪すごかったしな、まあ、沖縄やったら来れるんじゃない、みんな本島でやったらかな。あんま分からんもん、沖縄はだって狭いやん。まあまあ北海道よりはな狭いけど、その端から端でどんぐらいかかるかとかが分からへん。いやでも車でもう言うて何時間だ、函館よりかからんで、函館、ああ、いや
いや、分からへん。嘘ついたかもしれへんけど。え、でも箱、でも言うてもそれぐらいの距離ちゃう。端から端。だから俺らが端っこにおることなんかあんまないやん。多分沖縄の。真ん中やん。うん。ってなったら、まあ、前日にストーリーとかで見てて、え、ここも明日沖縄に来てくれるの？もう明日しか会える機会もうないってなったら来てくれるかもしれない。それぐらい気持ちが強い人がやっぱ来てくれるわけや、うん、だからあのそれぐらい会いたいと思ってくれてる人たちに対して答えれるわけやから、うん、それは全然いいんじゃない、うん、例えば2人やったとしても、うん、2人やったとしても全然や。だって福岡行くときなんか俺は空港で時間とか言ってないからな確かに福岡行ってくるねー言うて、あ、福岡行ってくるねーっていう、こう空大阪の空港かなんかの写真を投稿したんかな、ストーリー、うん、でもさ、そのたまたま俺らがほんまにそのリアルタイムで投稿したからさ、うん、いいもののあの後日投稿の可能性だったらやんか、うん、家あの家に家から出てもう空港におるけど、うんうん、もう時差投稿ね、そう時差投稿ね、大阪から出発しましたみたいなストーリーをさ福岡におる状態で知ってたらさどうするつもりやったんっていう、うん、結構一鉢の賭けに出て来てくれたみたいな、うん、で彼女と連絡してて彼女に行けって言われてんで言われたんで急いで来ましたみたいな感じだったけど、うん、あの人も彼女は大阪の人だったみたいな感じだったけど、うん、それぐらいやっぱ来てくれるなら会いに行きたいですって人はやっぱおるからさ、うん、ありがたいことに、うん、そういう人たちとね、まあ、ちょっとこう会える機会があったらいいなって。イベントまでは難しいからな、まあ、ちょ遠いとこ行くときとかは、うん、そういうことをちょっとしてみてもいいかなっていう、うん、じゃ好評であればね、一回やってみて好評であればやればいいんじゃないえ、そのお知らせ、お知らせ、まあ極端に遠いとこ行くときの話ね、うん、ロシアとかでもやろうかロシアのファンが来てくれる可能性あるしな、アメリカとか、ああアメリカとかもいいかもしれんな。つば、ナミちゃん韓国行ったらしいね。そうや、家族で行って、韓国で誰ろ声かけられたんやろ。そうで、どのタイミングで、え、なんか普通に、いや日本人やんな、うん、料金両替所、うん、探してる時に、のみちゃんですよねって言われて、そうなんですけど親戚一人その SNS 活動やってること知らない人いるからちょっとこれ気まずってなっててしーってね。そうだからちょっとその時その声かけられると思ってないからさ、ね、うん、もう、うん、その家族で行って、はいはいはい、もう何もう完全プライベート、ケイ君と一緒におる顔とも別の顔になってるわけよ、うん、やからさ、まさかやって、あのどんな顔してたか分からへん自分でも。すごいな、え、女の子やった相手、うん、旅行中みたいな、お母さんかな、旅行中やったんかな、うん、すごいよね、韓国で、しかも1回じゃなかったんじゃん、そう2回かな。すごいな、韓国行くなんてしかも一言も言ってないやん。そうでもあのあれやった、 DM でもあの声かけてきてくれた人じゃない人が、あのカンジャキさん食べてんけど、はいはい、隣座ってましたみたいな、うん、とかあの韓国で見ましたみたいな、人いて、あらまあどんな顔してたんだ、見て、家族やったのにな、しかも、そうそうそう、お母さんに怒ってる時やったかもしれないまあとか言って完全にプライベートの時間やもんな、うん、えんでその親戚の人がさ、なにちゃんがこう YouTube やってるとかさ、うん、SNS をやってるって知らんわけや、うん、でも実際声かけられたところを見られたわけやんか。そう、でその後なんて終わった、え、インスタみたいなおばちゃんが言ってきたから、うん、ああそうそうそうインスタの人になった、あ、じゃあ今のおばさんの中では、うん、インスタ をやってる人って、そうそう、まあインスタぐらいみんなやってるもんな、うん、相当よ、でもインスタやっててさ韓国で声かけられるって結構なことやから、おばちゃんの中では YouTube じゃなかったんだ。そうそうそう、インスタ、今インスタが熱いってなってる。ああ、インスタやってんのおばちゃん、知らん、インスタやってたらもうバレんで、なんでバレへんか、うん、分からん、やってないんじゃない、やってなさそうだな、うん、まあでもあれか、あのインスタっていうもの
が流行ってるというか、うん、ぼんやりわかんないような、うん、SNS っていうインスタっていうので結構人気な人がおったりするみたいな、うん、それ以上深くは聞かれなかったんや、うん、すごいな。そうそうそう、なんか鋭いのか鈍いのか、まあ聞いてもわからんしっていうのもあるかも。まあまあそうやな、でもまあすごいな今の子はみたいな感じかな大雑把に、うん、すごいな今の子は母ぐらいの、うん、びっくりやな。まさか俺もさ、なみちゃん、まあ家族で行ってて声かけられてるなんて、うんなにもびっくり。それをなみちゃんのお母さんから聞いてさ、その話を、うん、声かけられてさ、なみがで隣におるのにっておばちゃんおるのにってあれか、そんなヒヤヒヤしたわーって言われたな。私もヒヤヒヤしたわーってなんて言えばいいか分からない、ヒヤヒヤしたわーって。あー、なかなか楽しい旅行やったんやなってスリルのある、うん、それも踏まえてまあ俺はその間ね、ナミちゃんの実家のワンちゃんを預かって、うん、3対1で我が家で過ごしてました、うん、犬3人1、うん、大変や、まあ大変ではないか、散歩が大変だね、うん、散歩がとにかく3匹連れていかれへんから、まあ、ごめんなさい、ロイだけちょっとごめんなさいしてでベベと実家のワンコを連れて散歩に行って、大変、結構疲れた。まあ可愛かったし、全然ストレスとかはなかったけど、おとなしかったしな、うん、まあで帰ってきてね、ロイも連れて一緒に散歩行ってあげたけど、ロイは全然歩かなかったわ、うん、寒すぎて散歩好きじゃなさすぎ。ベベはもうずっと散歩大好きやったけど、いやあったね韓国旅行も。まあで直近やとあれやな、ご飯食べに行ったね、ディナー式場に。それはまたどっかで喋りたいなって思った。あ、そうなの、うん、別の動画で喋りたいことあった？ない軽く話す、うん、俺が名前間違えられてたっていうところとか。あ、いいよ。そう、7時半予約やってんな俺ら、うん、あ、ほんとその、まあ、7時半予約やって、で7時半に行ったよ、うん、まあ、ちょっと過ぎててんけどな、賞味そんな。でもあれやで、まあまあちょうどか 1,2 分過ぎぐらいに、うん、に着いて会場に、で何々ですと、うん、予約してた何々ですって言って行ったらさ、ちょっとこうここで待ちくださいって待っててな、うん、なら、すいません、ご予約が8時からになってましてみたいな、うん、あ、そうなんですねって言って、俺らが時間間違えてたんかと思って、うん、まあでもその早く来る、8時からやったらさ、うん、7時半に来てるわけやから、まあ早く来る分にはええかっていう感じでさ、うん、2人でこう携帯とか触ったり喋ったりしながら30分ぐらい待ってて、うん、で8時、まあ、8時過ぎぐらいにちょっとこう案内されて、うん、お席こちらですって言って座ってさ、でじゃあ少々お待ち、コースやったからちょっとお待ちくださいみたいな感じで待ってたら、こう来るたんびに、様本日はよろしくお願いしますみたいな、こう名前をな、うん、言ってくれんねんな最初に、うん、何々様本日はご来店的ありがとうございますみたいな、うん、ほんでそう3回ぐらい聞いてて、どうしてもあれ俺の名前じゃないねん、だから早いねとりあえず言うのが、うんうんうん、何々様みたいな感じやから、うん、最初はんまあでも早かったから俺の聞き間違いかと思ったけど、うん、2回目ぐらいに何々様ってんで俺聞いたもん、なみちゃんに、なみちゃん今、うん、俺なんて呼ばれてたって俺ら今なんて呼ばれてたって言って、まあ、だから俺らの名字がさ田中やとするやん、うん、ほんなら明らかに田中って言ってないよ、うん、斉藤様みたいな感じなんやな、うん、ん斉藤様今日は本日はご来店で、ん田中のた、たな、たではないなってなって、一文字目から違うなってなって、うん、田淵様とかやったらさ、うん、聞き間違い感じだけど、うん、明らかに違うなんて言って、なみちゃん今俺らなんて言われたって言ったらさ、なみちゃんはさ、あ、うん、あ、全然聞いてないみたいな、なんで聞、あ、全然聞いてないみたいな、なみちゃんアホみたいな顔してる、どんなアホじゃない、なみちゃん今なんて、な、俺なんて言われた、え、なんて言われた、聞いてない、そんな、なんか言ってたみたいな、違う、全然気に、まあ、聞いてはなかったんけど、気にもしてなかったよ、気にもしてない、いや俺ら絶対に、俺ら絶対に今名前違かったでって言われて、
で店員さんに、まあ、もしその予約はもちろんしてたけど俺の、うん、けど別の人と間違えて案内してもらってさ、別の料理とかさ、うん、でそのまあ俺が田中へとしたらさ、うん、あのそのなんてさ、斉藤さん、うん、斉藤さん、斉藤ほんまにほんまの斉藤さんに迷惑かかる可能性があるやん、うん、後から来たとしたら、うん、だから店員さんにすいません店員さん、あの名前もう一回なんて予約ってなってますって聞いたら、うん、あ、斉藤様です、斉藤浩二様みたいな、うん、全然違うと思って人文字もかすってないみたいな名前で、あ、すいません違います、あ、田中ですって言って、うん、あ、失礼しましたって言われて、でまあなんかその結局コースとかは一緒やったらしくて、一緒っぽかったよな、うん、違かったの分からへんな、でももうなんかメニュー来たから、うん、まあ今更まあでも結局そのまま案内はそのまま進んでいって、まあ、ご飯は美味しかったし、うん、あの食べさせてもらったんやけど、うん、っていうことがありまして、うん、でまあ結局俺らは7時半からの予約で間違いなかったらしい、うんうん、なんかすいませんでしたって来たけどさ、うん、なんかあの人が怒られてないかなって心配だった。まあ確かにな、あの7時半からの予約の人を8時まで待たせて、うん、で8時から別の人やと思って案内して、うん、でそれをさ俺らに指摘されて、うん、であ裏で怒られてないから、そうそうそう、店員さんがな、うん、俺らは全然なもう30分ぐらい全然もう苦じゃないというか、うん、2人で待つ分にはな全然大丈夫、全然大丈夫やったし、料理も楽しく食べたし、2人でなあんななんか雰囲気のいい暗い感じの店内、暗い感じのさ店でさ、うん、ワンピースクイズやってたもんね2人でなあ、それも話そうと思ってた、ああそうな、うん、あのな、まあ、また今度ねそれは、うん、楽しかったな、うん、で見てでも店員さんが見たら俺はずっと携帯触りながらさなんか2人でゴニョ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 言うてさ料理の説明もそんな真剣に聞かんでさまあでも美味しかったわ、うん、っていうことがありましたね最近やったら。あ、まあイベントから濃かったね、うん、濃いなんか忙しかったな、うん、東京行って帰ってきた時家着いたの日付変わってたしな、うん、ヘロヘロやったわ。クリスマスディナー行きたいわ、なみああいうみたいに、うん、なんでそんなにニマニマいや楽しかったか多分俺らはさそのディナーが楽しかったっていうか多分俺ら二人で行ったから多分どこでも楽しいねあれは。だってあんなことさ別に あのああいうちゃんとしたっていうかさこうすごいサイゼリアとかじゃない、うん、ああいうちゃんと鉄板が目の前にあってみたいな、うん、店でさ二人ワンピースクイズでケタケタ笑ってんねんやからさあのどこ行ってもできんねん、あんな寿司でもできんねんからあんなもん楽しかったからまたクリスマスディナー行きたいわっていう。ああ、いやでもあれは俺らが勝手に楽しんでただけやけどってな。違うよ、寿司ローも美味しかったよ、ね、わーもう美味しかったけど寿司ローでもできる寿司ローの方が似合ってる、やってることはだってちょっと席遠いなとか言ってたもんな、ずっとなめちゃん、うん、遠かったわ俺との席が、うん、横並びやったからさ、うん、それやったら普通に机挟んで対面の方が良かったわ。あ、横並びやったらな手の届く範囲じゃないと嫌やもんな、なめちゃん、うん、っていうことあれ、あの車でもちょっと遠いなと思ってる。で車はちょっとは手差し伸べれるやん。ああ、まあ確かにな、助手席とあれぐらいが限界、うん、運転席と助手席ぐらいが、まあまあそういうことがありまして、まあ久しぶりの茶の間ラジオになりましたけども、うん、引っ越して初めてやん。そう、うん、確かね、まあもっとやりたかったんけど、あのもっとこう頻繁にやりたかったんだけどね、うん、もうすぐ寝ちゃうから、結構ね、なんちゃうすぐ寝ちゃうから、まあ寝る前にベッドの中で撮る、ね、こう撮りながら喋って終わる感じがいいかなって、その最近のあったことをさもう一回喋ってさ口に出して、うん、あのできるって思い出にも深まるから、ということですね。
今年ももうあともう少し1ヶ月ぐらいで終わりなんで、今年もあと1ヶ月ぐらいで終わりなんでね、仲良くね年内終われるようにいきましょうね、はい、ということで今回はイベントの感想とちょっと最近あった出来事と、次回イベント俺のソロトークイベントはやらないですけどまあでも結婚式イベントはやりたいね、うん、披露宴イベントみたいな、そうそうそう、結婚式を来年3月にするから、まあ、結婚式が終わっ、まあ、日程はもう決まってるわけから、うん、結婚式が終わった、まあ、その月ぐらい同じ月3月のどっかとかで、希望はね全然決まってないしね、これは、うん、でもイベントをしたいね、うん、俺らもさドレスコートなんてしちゃって、ドレスコート、ドレスなんて、ドレスというかそのドレス着て、うん、なんか俺もこうちょっとキュッとしたやつ着て、うん、ほんまにこう結婚式の披露宴にちょっと寄せた、うん、披露宴みたいな二次会みたいなみたいな、そう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 、だからみんなの立場としてはあの結婚式には呼ばれてないけど、うん、二次会には呼ばれた友達みたいなイメージで、うん、来てもらって、まあなんか想像では、まあ、ちょっとちっちゃいケーキとかでもいいから、もうケーキ入刀とかしたりして、うんうん、一段のそう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 、ホールケーキみたいなやつ持ってきて、うん、ケーキ入刀でも来てもらったらみんなに振る舞うわ、それケーキ、うん、ケーキ、うん、あでまあ人数多かったらみんな、まあ、薄い薄く切るけどな薄いチーズみたいな、薄いチーズみたいな、そのあのホールケーキの大きさとみんなの人数で割るから、もうほんまに紙みたいな、厚紙みたいな厚紙ぐらいの薄さのケーキがみんなお皿に盛られて出されますでもまあそういうねイベントをやりたいっていうことは一応事務所にはちょっと伝えたりしてるから、うん、もしかしたら実現するかもしれんし、うん、もし実現するなら、まあ、普通イベントって結構さ写真撮影 NG とか、うん、チェキは撮れるからこそ、そうそう、チェキを取ってもらうというか、まあ、いたチェキでお金をもらってるわけだからさ、うん、写真撮れたらさチェキいらんわってなっちゃうからみんな、うん、じゃあそれ良くないよねっていう感じで普通は写真撮影とか NG なんやろうけど、まあ、この披露宴イベントとかをやるってことになったら、うん、写真撮影 OK にしたいね、うん、俺らは、うん、あのずっと OK はちょっとさすがにあるかもしれんから、うん、ケーキ入刀の時だけ、ケーキ入刀の時とか、そなんか何かしらこうシャッターチャンスですみたいな時だけは撮っていいですよみたいな感じにしようかな、うんうん、でまあ事務所の人に迷惑かかるようにするんであれば、あの俺らとツーショットを撮りたい人たちはそのチェキ券購入とか感じ、うんうんうん、俺らを勝手に撮るのはいいけど、うんうん、ツーショットで一緒に撮りたいって人たちはチェキ券でお願いしますみたいな、そういうね感じにしたら、まあ事務所の人たちも納得してくれるかもっていう、うん、俺の披露宴勝手に思ってる、うん、できたらいいなっていう、まあでもケーキ用意したりするのでどれぐらいな準備が必要かもわからんから、うん、実際何するってなるじゃん、内容も、そうやな、やっぱムービーとか流すか、あオープニングムービーは流すんじゃない、結婚式で流したやつ流すか、わからん、違うやつ流すかもしれないし一緒のやつかもしれないし、作らなあかんで俺らが、いやまあそれはまあでもどうなんやろ、まあ、うん、大阪でやりたいね、うん、それは地元でやりたい、やっぱり何人ぐらいか分からんけど、でもやっぱみんなに、まあみんなにさちょっときちっとした服着てもらうのはさ、うん、しんどい人もおるよ、その人、うん、それだけのためにちょっとあれするのもあるから、まあ、服装は自由でいいよ、うん、でもこうイベント会場の前にさなんか俺らのグッズが売ってたりとかするところあるやん、うん、あのもうグッズとか全部売っていらんから、うん、あの俺らのウェルカムコーナーみたいな、あの俺らの写真立て、そうそうそう、俺らの写真立てとか置いてさ、うん、ほんまに結婚式場のちょっとしたやつを作って、うん、そこでウェルカムスペース、ウェルカムドリンクとかも出してそうそう、ええやん、はい、料金は高くなります、その代わりそんなことをすればするほど料金はぐんぐん上がっていきますけども、まあうん、できそうであれば、うん、そこまで、なんか普通にご飯出るのもいいなって思ってた、いや思った俺も、でも難しい、うん、ご飯まではちょっと
誰がな、だって実際の式場ではさ作ってくれる人がおるわけん、うん、シェフみたいな人たちが、うん、むずい。いやだから二次会とかやったら、え、二次会、うん、とかやったらさ、うん、なんかこう居酒屋貸し切ってとかやろ。まあそうね、でも、まあ、居酒屋で貸し切るにしても居酒屋の人たちがおるやん、ご飯を用意してくれる人がおるやん、うん、その人だから一緒ってこと、見せてやるってこと、まあ分からないです、それは。どこまで俺らの希望が考えてるだけやから、うん、まあ、どこまで俺らの希望が通るかも分からんし、実際に実現するかどうかも分からへんけど、うん、まあ、実現したらおそらく料金は高くなるやろうし、そう、料金が高くなったら来る人は減るやろうし、うん、赤字の可能性が非常に高くなるので、うん、あのちょっと慎重な検討が必要ですね。まあでもな、俺らがドレス姿で式に参加す、あの写真撮れるなんてことはめったにないやろうしさ、うん、できたら嬉しいよな俺らも、うん、でベラも連れてきたけどな、うん、大阪でやんねんやったら、ベラもちょっとゲージ待機ということでっていうね、僕たちの勝手な妄想もお話ししましたけども、次回イベントできたらいいなというふうに思っております、うん、まあ、まずは結婚式の打ち合わせとかいろいろ今はね忙しい時期でもあるんで、うん、そっちに向けて頑張っていきますとっていう感じですね。イベントはすごく楽しくて、またやりたいなと思いました、うん、まあ年内は無理やるけど、来年はね、来年も何回かみんなとこう実際に会って話す機会を作れたらいいなって思ってます、うん、今回来てくれた方、まあ、今回来れなかった方、チケット買ったけど来れなかったですって人も結構何人かいて、うん、DM とかでどうしても仕事が入っちゃってとか、うん、っていう人もおったから、お金払ったのに来れなかった人とかもおるから、まだ何かの機会に会えればいいなって思ってます、うん、まあみんなの顔をどれぐらい覚えたか分からへんけど、うん、でもこう、でもなんかあの前回来てた気がするっていう、うん、なんか顔見たらさ、あ、見たことある人だっていうのはあったけど、なんかこう間違ってたらちょっと気まずいし、いろいろ考えてこうあんま言えへんかった人多かったから、そうやね、そうだから、まあ次あのイベントあった時はなんか間違えててもいいから、なんか前来てくれてましたよね、うん、みたいな、そうやね、嬉しいから絶対言ってくれて、覚えてくれてたんですかってなんだ、嬉しいやろうし、うん、まあ、実際俺も大阪から来てくれてた人とかはまた来てくれたんですねみたいな感じで言えたけど、結構確信持って言うってむず、結構あれやからさ、うん、だからあのまあ来てくれた人はまた来ましたとか言ってくれたら、うん、あ、来てくれ、前回来てくれたあのみたいな、うん、エピソードまではどこまで覚えてるかはその人次第にもあるけど、うん、顔とか見たら結構あれこの人2回目やみたいな人は結構多かった、うんうん、うん、だから次やるときは、まあ、今回東京で初めて来てくれた人もいっぱいおるわけだから、うん、次やるときは来てくれたあなた2回目ですよねみたいな一罰言ってもいいかもしれない、うんうん、覚えてくれてるっていうのはね、まあ、結構覚えてるもんやなと思った。そうやな、うん、ということでお昼の茶の間ラジオでした。まあ定期的にねこの音声だけの ラジオ感覚でね、皆さん 何かをしながらね聞いてくれたらいいなと思ってます、うん、ただの僕たちの最近やった出来事のラジオでした第2回茶の間ラジオは以上になりますでは第3回でお会いいたしましょう。さようなら。 BGM 流して終わりの泣いてジュンジュンジャン。